バンコーどうしたんだい、何悩んでるんだい。あ、今日のメインはとんかつなんだけど、もう一品野菜がいるって。あー、なるほど。じゃあバンコー、ほうれん草のごま油がどうでしょう。ほうれん草ごま油、いや最後まで言わせてよ。ほうれん草ごま油、ほうれん草ごま油って結構手間暇かかるって。あー、なるほど。じゃあバンコー、電子レンジであっという間にできてしまうほうれん草ごま油どう。驚いたねバンコー。お任せください、こちらです。今日のメニューはお肉だけど、栄養バランスも気になるところ。家族には野菜だって食べてもらいたいのだ。メインディッシュを作る間に手軽にできる野菜料理はないかしら。そんな時はほうれん草で簡単副菜、レンジでごま和えを作りましょう。まずはほうれん草をレンジで加熱します。水洗いして4センチ幅にカット、水気を絞って最後に日本食研ごま和えの素を混ぜ合わせれば出来上がり。ほーら、ほうれん草にたっぷりごまが絡んで早く食べたい。カツオの旨味が効いて箸休めにもぴったり。レンジだけでできるから後片付けも楽ちん。季節の野菜でも簡単にごま和えができちゃいます。元 NHK のど自慢グランドチャンピオン伊藤義明、チャンネル登録お願いします。